今日はノートセミナーということで、2冊のときめくノート、または自分でこっちが流ノート、こっちが鳳凰ノートって決めてもらったらいいです。何年生の時にデブって言われた、こんなエピソードでもいいです。流ノートの左ページを半分に、鳳凰ノートはもっと感じたいことを書く場所なので、3番がもっとそれを全てのこと、これは最初受け入れられないかもしれないですけど、全て起こっていることはということを書いていく時点ですね。ここにまた流ノートに書くようなことが出てくるかもしれないです。そしたらここ